ミハイル・アレクサンドロビチのシール・ミハイル・アレクサンドロビチはトベリ対抗。父はアレクサンドル・ミハイロビチ。母はアナスタシア・ボー。1340年頃からミクリンを焼け。おじ、バシーリー・ミハイロビチの死後、トベリ対抗位を継ぐ。息子には二人のアレクサンドル、イヴァン、バシーリー、ボリス、ヒョードルがいる。1370年に一時的に、 ウラジーミル大公になった。モスクワと争ったトベリコとしては、実質最後の公家父のプスコフ逃亡中にプスコフで生まれる。その善良さが時の大公にしておじであった、バッシーリーの妬みを買い、両者は不安に陥るが後に和解。1364年にはペストで死去したいとこのセミオンからドロンゴブシを遺贈されたが、セミオンの兄弟エレメがこれに抗議し、最終的に、 トベリ主教の裁定を仰ぐ。主教バシーリーは、ミハイルにドロゴブシの所有権を認める裁定を出す。このような、ミハイルの兄弟化は、大公バシーリーとの再度の関係悪化を招く。バシーリーは、時のモスクワ大公ドミトリー・ドンスコイに支援を求める。他方ミハイルはリトアニア大公国に支持を求めた。1366年には、ミハイルのリトアニア滞在中に、 ミハイル支持に動いたトベリ市民を大公バシーリーとエレメイが鎮定しようとするが、これは失敗に終わる。リトアニアの支援を受けたミハイル帰化の軍勢はトベリを解放し、エレメイと大公バシーリーの火を捉え、バシーリーの本拠地過信に接近する。ここで和平が結ばれ、同時にミハイルはモスクワのドミトリー太鼓、そしてエレメイトも和平を締結する。最終的に、 ドロブシに対するミハイルの領有が確定する。しかし、納得のいかないエレメイは、1367年に、モスクワに逃亡し、対抗ドミトリーに支援を求める。この気を逃さず、ドミトリーは、エレメイの被護を宣言する。ミハイルは、不主教、アレクシーの言葉を信じ、仲裁裁判のために、モスクワに行くが、これを、対抗ドミトリーが、逮捕、投獄する。 しかし、この裏切り行為に関してはタタールからも抗議を受け、ドミトリーはミハイルの釈放を余儀なくされる。両者は和解する。1368年にはトベリ大公バシーリーが死去し、ミハイルはトベリ大公になる。ミハイルの大公就任を喜ばない、モスクワのドミトリーはトベリに大軍を送り、それに抗することのできないミハイルはリトアニアに逃亡する。 当時のリトアニア大公アルギルダスは途中スモレンスク及びブリャンスク軍を加えミハイルと共にモスクワに向かい11月にトロスナ側でドミトリーの前衛部隊を壊滅させモスクワに接近これを包囲する大公、ドミトリーはクレムジンに立てこもり結局3日間の包囲に耐え切ったしかし年代記によるとモスクワ近郊はモンゴルの時以上に荒らされたという 最終的に両者は和解し、ここでやっと、ミハイルのいとこセミョンの遺像が確定する。大公、ドミトリーは、その後、裏切りを名目にシモレンスクとブリャンスクを攻めることになる。しかしミハイルは、モスクワとの主導権争いがまだ続くことを予見し、1370年に、トベリの街の外壁を強化する。まさに予想通り、同年、モスクワのドミトリーは和訳を破棄して、軍を、 トベリに送った。だがミハイルはリトアニアに逃亡。トベリはモスクワ軍により荒廃させられることになる。同年9月にはドミトリー自身が出陣し、ミクリンを呼び、ズブツオフを占領する。当時、リトアニア大公、アルギルダスはドイツ騎士団との戦いに暴殺されており、トベリ支援に向かうことができなかった。ミハイルはここで反国に援助を求めることにする。 当時実権を握っていたママイは、分割して統治するというルーシ支配の大原則に、乗っ取り、ミハイルに、ウラジーミル大公のやるリークを与える。モスクワ大公ドミトリーはミハイルを捕らえるよう命じるが、ミハイルは、追手の手を逃れ、再度アルギルダスの支援を求め、リトアニアに行く。11月に、大公アルギルダス、弟ケイストティスキカの大軍は、ボロコラムスク近郊を荒廃させた後、 モスクワを包囲する。一週間の包囲の後、セルプホフ公ウラジーミルによってモスクワが解放され、最終的にアルギルダスとドミトリーは和訳を締結する。ミハイルはウラジーミル大公の座から降りることを余儀なくされた。何も得るところのなかったミハイル公は1371年初頭にサイドハン国を訪れ状況の改善を求めた。ママイは再度彼に 大行為を認めたが、しかし軍事援助は断固として拒否した。これにより、ミハイルの立場は一層悪化したと言える。モスクワのドミトリーは、ミハイルの失策にこつけて、全粒子に、ミハイルに非協力的態度を取るよう命令を出す。反モンゴル感情を利用したこの命令は効果を発揮し、その結果、ミハイルは、ウラジーミルの町への入場を、住民から拒否された。 ミハイルに同行していたママイの施設、サルイホジャは、ペレアスラブリザレスキーの町に軍を集結させていた、モスクワのドミトリーに、ママイの命令に従うよう命じるが、ドミトリーはこれを拒絶する。加えて、ここで、ドミトリーの懐中策により、サルイホジャはミハイルを放ったまま、韓国に帰還してしまう。ミハイルはウラジーミルから、ベジェツキー・ベルフに、そして、ノブゴロドを目指すがそれは叶わず、 トベリに転身する。ミハイルは、息子、イヴァンを、ハ韓国に派遣し、モスクワのドミトリーを訴えた。そこで、ドミトリーは、ハ韓国に向かい、サルイホジャの援助を受けて、自分を正当化し、大公のやるるいくを得ることに成功する。ついで、ハ韓国からミハイルに対し、ここに至っては大公くらいから降りるようでん例が来た。この頃、ドミトリーの不在にあたり、ミハイルは、 モスクワを攻撃し、コストロマ、ウグリチ、ベジェツキー・ベルフを占領する。こうした卑怯な行為に、ノブゴロドさえも、モスクワと同盟する。ドミトリーは帰国後、まずベジェツキー・ベルフを解放する。しかし、リャザン攻撃に軍を割いている間に、ミハイルは、キストマを攻撃、ドミトルフを包囲、ペレアスラブリザレスキーを占領する。 カシンコウミハイルがモスクワに逃亡して、ドミトリーと同盟したことを聞くや、イナや、トベリ大公ミハイルは、カシンを占領し、ついでトルジョークに向かい、自分の大官を置いて去る。ノブゴロド軍がこれを解放すると、再度ミハイルはトルジョークを攻撃し、今度はトルジョークを破壊した。そしてついに、アルギルダスと共に、またもや、モスクワ攻撃を行うまでに至る。 今回はドミトリーも攻撃を事前に察知し、リュベツク付近で両軍が衝突した。モスクワ軍は最初の衝突でリトアニア軍の前衛を打ち破り、アルギルダスは後退を余儀なくされる。その後数日間の退治の後、2ヶ月ほどの休戦が締結される。これによりミハイルは大公国各地に配された大官の撤収を義務付けられる。彼はトベリに戻る。この頃、 彼の敵であった家臣仰ミハイルが死去。休戦期間が終わろうとする頃、ミハイルはトベリの周りに堀と土塁を巡らせ始める。しかし軍事活動は起こらなかった。当時、モスクワ軍は丘側で韓国の軍の攻撃に備えていた。1373年末にモスクワとトベリは平和条約を結び、当時モスクワに囚われていたミハイルの息子、イバンをモスクワは ミノシロ金を取った上で解放する。ミハイルは各地の代官を引き上げさせた。この年、最後のモスクワ百人長の息子ベリアミノフと商人ネコマトがモスクワからトベリに逃亡してくる。これが、再度のモスクワとトベリとの衝突の原因になる。ベリアミノフとネコマトはトベリとハンコクで陰謀を巡らし、その結果、またもや、ハンコクはミハイルに、 ウラジーミル大公のヤルリークを与えた。一方、ミハイル自身は支援を求めてリトアニアを訪れた。7月にミハイルはリトアニアとハコ国の助けを借りて、モスクワとの戦争開始を決断する。同時にトルジョークとウグリチ二軍を送った。しかし、リトアニアとハコ国は約束を果たさず、ミハイル公は孤立無援になり、全北東ルーシを敵に回すことになる。 ドミトリーはトベリを包囲し、その同盟者がミクリン島、他の町を焼いた。トベリ自体をドミトリーは落とすことができず、町は長期にわたり包囲された。この頃、ノブゴロード軍がズブッツォフ、スターリツァ島を占拠。アルギルダスは若干の援軍をトベリに送ったが、敵型の軍の大きさにおののき、援軍は戻ってしまった。ミハイルは諦め、主教エフィミリの仲介で、 モスクワと和平を結んだ。彼は、厳しい条件を飲まざるを得なかった。ウラジーミル対抗位に対する要求の取り下げ、家臣の独立の承認、ミハイルが家臣から購入した街の返還、トルジョークからの代官引き上げ、ノブゴロドとモスクワの捕虜全員の釈放、自分を、ドミトリーの弟であると認めること、いつも、モスクワを援助し、また、リトアニアとは今後同盟しないこと。 ここにおいて、ミハイル公は完全に敗退し、以後は待遇改善等の要求のみを行うことになる。1375年末には、息子、イヴァンをリトアニアのケースタスの娘に嫁がせた。このことは、ミハイルの力を回復させる可能性を有していたが、1377年にアルギルダスが、1381年にケースタスが死去し、 ミハイルの野望は実現しなかった。1380年のクリコボの戦いへのミハイルの参加についてはいくつかの説がある。ミハイルは戦いに参加しなかったとする資料もあれば、老いのイヴァンを戦いに派遣したとする資料もある。1382年には、再度、トベリを強化する機会が訪れた。すなわち家臣ーバシーリーが、相続人を残さずに死去した。また、 クリコボの戦いの後、また、トクタミシュのモスクワ攻撃でモスクワは疲弊していた。他方でミハイルは、トベリを、韓国が攻めないよう多くの財を、韓国に送り、自分の子アレクサンドルと共に、韓国元で押し、ウラジーミル対抗意を彼に与えるよう求めた。ミハイルは一年を、韓国で過ごしたが、彼の要求は満たされなかった。トクタミシュは伝統を牧主し、 ドミトリーには大広告を、ミハイルには、トベリを与えることをミハイルに伝えた。彼は1383年に、トベリに帰国する。ここでミハイルは、ルーシの名手になる野望を完全に放棄し、以後は、トベリの国内の問題に関心を有するようになった。彼が特に注力したのが裁判の公正さの確保、そして、治安の回復である。この観点から、ひたすら町を強化し、 諸公との関係回復に努めた。1385年には、息子ボリスとスモレンスク公の娘を結婚させ、別の息子、バシーリーを、キエフ公ウラジーミルの娘と結婚させた。モスクワとも同様であり、息子、ヒョードルを大貴族、コブイリン家の娘と結婚させた。この家は、モスクワと、トベリとの間の不和を幾度も取り除くことになる。 次第にモスクワとの関係は良好になり、大公バシーリー一世との条約では、ミハイルは兄弟として、つまり、モスクワ大公と対等の地位であると認められるまでになった。ミハイル公は1396年に最後の反国モーデを行い、1399年には重病に倒れ、息子たちに飛べり広告を残した。8月末に啓発を受け、 その一週間後に死去した。スーズダリコーコンスタンチンはシリエビチの娘、エフドキアオヒトシ、六人の子を授かった。アレクサンドル、イヴァン、アレクサンドル、ボリス、バッシーリー、ヒョードルである。ミハイル氏後、トベリ対抗になったのはイヴァンであった。ありがとうございます。